2022年も無事終わりました。皆様お元気でお過ごしでしょうか。のびのびムービーも5周年を迎えました。これも一重に皆様のおかげです。ここまで続けられたのは皆様のおかげです。ありがとうございます。さて5周年を記念して質問コーナーを作りたいと思います。皆さんのご質問に答えるビデオを作りたいと思います。どんどんご質問をお寄せください。下のコメント欄とかツイッターの方でお願いします。皆様のご質問にはすべてお答えしますというのは嘘です。まあこれは2022年の私のベスト10いきましょう。これは日本で公開された洋画を対象にしています。これはあくまで私の好みです。そして今回は全ての映画を私レビューしています。ですからざっといきます。ご興味のある映画がありましたらどうぞ私のレビューをご覧になってください。さあベスト10いきましょう。ナンバー10 Nope、ゲットアウト、アスのジョーダン・ピール監督です。監督はホラーと社会批判を混ぜた個性あるイメージの映画を作ります。それに彼の映画には熱がこもっています。毎回ごとに予算が増えています。ゲットアウトで400万ドル、アスで2000万ドル、ノープが6000万ドルです。ノープは SF タッチ、スピルバーグタッチと言えます。規模が大きく雄大で不思議なイメージで社会批判がより洗練されています。ナンバー9、トップガン。トム・クルーズが実際戦闘機を運転しています。実写で撮っています。結果はすごい臨場感でした。3つの方法で撮っています。まず山から。2つ目の撮影方法は他のジェットにカメラを備えて前と後ろにつけています。今までヘリコプターでのカメラはあったんだそうですが、ジェット機は初めてだそうです。それでいろいろ器具から何やら開発しています。3つ目の方法は戦闘機の中にカメラをいくつも搭載していました。トム・クルーズたちは戦闘機の重圧に耐えられるように訓練を受けています。私たちはフィクションであるのを忘れ物語を信じられたので人間ドラマもリアルに感じました。 CGI ヘビーの映画はいかにも作り物に見えます。この映画のヒットを受けてこういう実写の映画が今後も多く作られるようになるのを願います。ナンバー8、アバター The Way of Water。 監督のジェームス・キャメロンもトム・クルーズのようにこだわりが強く神がかっています。普通の 3D の映画はポストプロダクションの段階で後処理して作るのですが、これは撮影時に何十台ものカメラを同時に使って最新のテクノロジーで作っています。それですっぽりその世界にいるように感じました。美しいパンドラの世界で実際に呼吸して触り冒険しました。ナンバー7、エルビス。ロックンロールのキング、エルビス・プレスリーの伝記映画です。ムーランルージュのバズ・ラーマン監督の彼へ絢爛たる映画スタイルとプレスリーの派手派手スタイルがうまくマッチしました。マネージャーの視点から語られている物語で、その点は良かったかどうか分かりませんが、プレスリーの真髄を捉えていると思いました。黒人音楽の影響を受けていてセクシーな男性です。ナンバー6、プラン75。日本映画ですがカンヌ映画祭でプレミアがあって新人監督賞を取ったのでここに入れさせてください。
近未来、老人が増え、若者の負担が増え、若者は怒ります。そして老人を襲います。政府も75歳以上の老人に安楽死を勧めます。主人公の75歳のお掃除のおばさんは職を失い安楽死を考えます。主演の倍賞千恵子さんの哀愁と優しさと佇まいが印象に残りました。心にいつまでも残る映画です。不思議と希望がありました。ナンバー5、The Batman。 The Batman にはいろいろな人がなっていますが、今回はロバート・パティンソンのバットマンです。今までで一番ハンサムで美しく機嫌が悪いバットマンでした。デイビッド・フィンチャーのセブンのような謎解き、ホラー、人間悪、狂気、とことんダークでパンクでした。ポール・ダノのヴィランが怖くてよかったです。とにかくクールな映画でした。ナンバー4、グリーンナイト。中世の騎士物語です。この映画もアバターのように不思議な空間にすっぽりタイムスリップしてしまいました。しかもアバターの予算の20分の1です。デイビッド・ローリー監督は好きな監督で、彼のいつもの幽玄でノスタルジックな空間、時間を超えた形而上学的哲学があります。鑑賞の後はあれこれ空想させられました。心に残る映画です。ナンバー3、ウエストサイドストーリー。このミュージカルは昔のロバート・ワイス・バンダローとスティーブン・スピルバーグ・バンダローと好きです。ストーリーも歌も好きです。スピルバーグ版はもう少しリアルになっていて、決闘に行くまでのシーンなど、ミュージカルがこんなに怖くていいのかと思うぐらい怖かったです。ナンバー2、リコリスピザ。私の大好きなポール・トーマス・アンダーソン監督作品です。彼の映画の人物たちはありきたりでなく、いつも新鮮で惹かれます。いつもなぜこんなに人物が印象的に捉えられるのか考え込んでしまいます。それにポール・トーマス・アンダーソンは恋愛映画の名手と思います。この映画にもパンチ・ドランク・ラブにも切なくロマンチックで現実的でかっこ悪い恋愛がありました。ハリウッドの1970年代を舞台にしているのもノスタルジックでした。ナンバーワン、チタン。カンヌ映画祭で審査委員長のスパイク・リーが狂気と天才の映画と言いましたが、その通りです。監督は気持ちのいいくらいご自分の空想と願望と芸術性を自由に思いっきり表現しています。アメリカでこれは無理です。ボディーホラーで SF でフランケンシュタインの悲しい恋愛のような、最後に突然動揺させられ、感動させられ、ショックでした。最後に一転して主人公が理解でき、かわいそうになりました。以上が私のベスト10です。すべてレビューしています。ご興味のある映画がございましたら、下のリンクからご覧になってください。皆様の2022年のお好きだった映画も教えてください。最後までご視聴ありがとうございました。皆様のご質問をお待ちしています。それでは良いお年をお迎えください。2023年が良い映画の年でありますように。ツイッターの方でレビューしてない新作や日本公開前の新作、また私の見ている映画、そしてスイスでのブログみたいなこともしています。そちらもご覧になってください。